はい、再開。アーティファクトアドベンチャー実況プレイ、その61、始めていきます。音がでかいな。はい、じゃあ、今回も前回に引き続き、犬町の王の城を攻略していきます。はい、犬町の王の城までやってきました。それじゃあ、進んでいきましょうか。前回、探索を中断したあたりまでやってきました。この上に、信仰者らしき人がいましたよね。信仰者だっけ？犬町の王を討ち取るのですか？まあ、そのために来ましたけどね。こういうのはとりあえず家を選ぶんです。用がないなら直ちに立ち去ってください。まあ、これは何らかのイベントなんでしょうが。戦闘かな？まあ、いけるかな？行きましょうか。ん？そうですか。それがあなたに絡みついた答えなら仕方はないですね。無駄かもしれませんが、少し話させてください。普通の人には、どこの町たりや、この城の通知はどこにあります。ですが、私たち信者にとっては生きていくのに必要なものなんです。この人たちにとっては沼地の王は、まあ、救世主なんですね。疑いたくはないかもしれませんが、あなた方を差し向けた者の正体を見極めてください。風天デックの王か。これ王女様なんかな、もしかしたら。あの場所からどうやって移動したかはわからんけど、王女様ならそういうことができるのかもしれない。祈りの時間ですので、失礼いたします。この先に、沼地の王がいるんですかね。この階段登る前に、左の方行ってみようと思います。さあ、何があるんでしょうか。下に行く階段か。魔物らしきがいますね。まあ、立ち入りましょうか。宝か。宝があるんですか。お、本当のタイタン。すごいやつ出てきたな。こいつ、なんか強そうやな。いかにも強そうですね。まあ、まずは、個人の大盾か。で、そうな。13なのかな。ん？ああ、強いね。イカズチの精鋭とかやられるときついですね。どうしようかな。ちょっとユキちゃんがちょっと打たれ弱いですね。挑戦士。回復。全力で回復していこうかな。めぐみの太陽で。僕らの彼女か。あれ、まあ。裏口の精霊とそんなに変わらないんですかね。めぐみの太陽。これめちゃくちゃやな。さあ、どうしようかな。上の階段でいいか。で、絡みつくつかでもいけるか。いや。ちょっと待ってか。すごい、会心が開いてますね。どうしようかな。防御しようか。重ね掛けはあんまり意味がないんかな。そんな感じがしたんですよね。
森の太陽というかな。飛竜の息吹。知らない技が出ましたね。聞いたことのない技が。どうでしょうか。唯一のセリフ。防御力が元に戻ったって出てましたね。じゃあ、ハガネクだけしとくか。よし、空気かな。お、勝ちましたね。宝とは一体何なのか。お、宝がいっぱいありますね。サークレット。極上の一品じゃないですか。ここにあるのはほんまに最強クラスの装備品なんでしょうかね。力の飛躍か。飛躍か。飛躍系か。命の飛躍、戦闘の飛躍、速さの飛躍、いっぱいになっちゃいましたね。速さの飛躍、防具の飛躍。飛躍ばっかりでしたね。サークレットは、そんなにいい装備なんですかね。やっぱり状態異常を防ぐ効果があるのかもしれないですね。じゃあ飛躍を使っていきましょうか。命の飛躍は、今日はこんなに体力いらんな。今となっては。ゆきちゃんあたりにしとこうか。MP 割りんだよね。で、力はまさか。速さは、速さどうしようかな。速さももう結局まさよな。結局まさよね。午後の飛躍は、今日か。ああ、まあいいかな、今日ね。知性はリーダーだよね。はい、使いました。飛躍系を使いました。じゃあ、先に進んでいきましょうか。いや、さっきの、宝物庫みたいなところ、ちょっと期待外れでしたね。サークレットがどういう効果なのか、いまいちわからないんで、サークレットを誰に、まあ、リンダはもう持ってるし、ああ、これ防御力に、まあ、出てこんけど、ダメージを半減するみたいなのがあるんかな。まあ、よくわからないんですよね。まあ、置いとくか。とりあえず持っておきましょう。え、この先、もう沼地の方がいるんでしょうか。お、王様がいますね。ユーテンレックの王様と同じ見た目の王様が。この世界の王様は全部あの姿をしているんでしょうか。ちょっと回復をしましょう。はい、じゃあ話しかけてみましょうか。この世のものとは思いのおどましい姿へと変わっていく。え、最終決戦？沼地の世。すごいな、もうこの世のものとは思えないですね。クトゥルフ的な、クトゥルフ的な感じがしますね、これは。まあ、いつものパターンでクトゥルフ的なものと戦っていきましょうか。まずは、巨人の盾ね。攻撃。ね。ゆうさんだね。カルチの精霊。今日の防御力凄まじいぞ。沼地の王の攻撃を、
位置で食い止めるという。これは、なかなかの、無双化といえ、無双化とはいえ、なかなか強いんじゃないですか。え？え？ゆきは、ゆきちゃんは、挑戦者でいいかな。で、それ、そろそろ祝福かな。祝福かな。逆さ時計か。なかなか渋い、渋い能力使ってきましたね。まあ防御なんで関係ないんですけど。まあこれに対策するためにサークレットが必要なのかな。さあ、どうしようかな。鋼砕きはいいし、この階段にしようか。で、攻撃で。不服だな。平均性。お任せ。風の階段。で、防御。防御。不服。移動。毒。あ、やっぱり状態異常が多いんや。それに対応するために、サークレットが必要と。そういうことだな。ちょうど6フェイス層があるんで、6フェイス層で解決しましょうか。で、この曲かっこいいな。まあどうしよう、防御でいいか。攻撃。祝福。ヒビの息がなかなか効きましたね。今日で助かった。さあどうしようかな。そろそろ防御力が下がり始めそうな、巨人の大盾がの効果が消えそうな頃合いのように思いますが、まあいいか。さあどうしようかな。祝福でいいかな。多いね。会心出たらすごいね。今日がいい感じに盾役として役割を果たしてるな。防御、攻撃、祝福。防御が元に戻った。あ、ちょっとやばいっすね。やばいな、なかなかやばいな。これ防御が元に戻ったっていうのは相手のことか。どうしようかな。防御下げようか。ここで恵みの太陽が当たって決まってくれないと困るな。あ、防御が下がってきましたね。決まりました。傘時計。あ、やばいやばいやばい。マサがこれやばいぞ。どうする。これがやっぱきついんかな。めまいを直すっていうのはなかったんかな。どうしよう。まあ、巨人の盾か。攻撃が当たりにくいんやな、これ、めまいは。なんかなかったっけ。めまいはないんだったかな。このために、サークレットが必要なのかな。そんな感じがするな。まあここは祝福していくか。これやっぱきついな。13の雨。今日が治ってもしゃあないな。どうしようね。まあ13の雨で防御を下げられたんで、巨人の大盾ですね。これどうするか。どうしよう。
なんか覇者の力が効いたりせんのかな。これ光属性っていうよりも、ね、幽霊系の敵に効くって感じですからね。ちょっと光属性とは違うんですよね。どうしよう。まあ、70しかないんやな、MP が。祝福でいいんかな。まあ、いいか。ちょっと戦いが下ってきましたね、これ。マサの目前が回復せんこと今。きついな。まず当たらないですからね、これ。一回リンダ防御しようかな。でも当たらんな。あ、マサ治った。よしよしよし。いい感じじゃないでしょうか。挑戦し、攻撃。で、ここで、祝福か。鋼砕き攻撃防御か。逆さ時計がここで脅威になってくるとは。防御、おお、来た。携帯が鳴り出したんで、ね、その中に何で、この木。ボールか。いいぞ。このままやってくれ。このままいけ。どうしよう。ボールか。いや、大地の誰か。飛竜の息吹が強いですね。この木。ちょっと長かったか。また死なんか。まだ倒れないか。もうちょっといろいろ試すべきなのかもしれないですね。ただマサの攻撃に頼ってるだけなんで今。なんかやってみるか。なんかやるか。いやー、なんか効きそうじゃないですよね。沈黙とか全然使ってないけどな、こんな。使ってみた方がいいんかな。いやー、やってやるか。やるか。行こう。ここに来て試すっていうね。クックも。あ、25か。どうしよう。一回ゴールか。おー、まだしなんか。効かんか、沈黙。まあ、機械やろなぁ。なんか余計なことした感じだなぁ。第一の盾。攻撃。祝福。よし。よし。やった。やりました。やった。やりました。霜が崩れ落ちて。その後、彼らの行方を知る者は誰もいなかった。白が崩れ落ちる轟音の中、意識は徐々に薄れ、時間と空間が過ぎ去っていく。感覚に、過ぎ去っていく感覚に包まれる。クリリ。あ、いつもの演技これ。クリリに向かってた冒険者一行。二人組の男の名前を聞いたため、グリティの特産品、癒しの色の源であるウォーターアーティストを盗まれる。うわぁ、荒れてるぞ、これ。アーティストを失ったグリティ。二人組の男と共になぜ初めて見る顔であった冒険者一行は盗人として疑われ続けるのであった。まあ、盗人ですからね。夫婦となった男を見つけた冒険者一行。
真実を伝えられた男の父親は冒険者一行に感謝し、慌てなく道具を渡した。悲しみが癒えるのには時間がかかるだろうが、父親の顔からは不安が消えていた。新たに店を開くというまじない師に大釜を届けた冒険者一行。まじない師は小さな村に小さな店を開き、いずれは大陸中に名の知れるまじない師へと成長したのであった。砦の鍵を落とした兵士に従い鍵を取り戻した冒険者一行。しかし兵士の落とし物の癖が治ったわけでもなくとも、拝められなかったことで、そんなことある？数ヶ月後と言えば、史上最大の劇を迎えたのだ。これやばいな、これ。宝は痛みに耐えるものに与えられる。冒険者一行は噂を信じ宝に近づく。そして宝の番人が言い放つ強欲の、強欲の目と、その己の欲によって大盗賊ウィンドが残した宝への道は閉ざされたのだ。残された一振りの担当、それは若き日のウィンドが己の力を過信し力を振るっていた時の面だった。あれね、死ぬられた担当だっけ。己の力を過信したウィンドは欲に目をくらませ、決断を誤り全ての仲間を失ったのである。そうですか。これミスったやつね、これ。夢に目を輝かせた少年、ウィンドに憧れた少年。大盗賊ウィンド。これ前見ましたよね。処刑されたね。貴重な鳥ブルーバードとても強くとても大ぐらいだが、この数は非常に少なく人が守らねば消えゆく運命だった。冒険者一行はブルーバード被害に頭を悩ませる商人に協力しブルーバードを討つ。商人に託感謝だ。ブルーバードの被害がなくなり商売が大成功した商人は数年後冒険者の名を冠した街道を作るのだった。強街道、いやマサカイドだな、多分。いや、リンダカイドか。まあいいか。子供たちの落とし物、樹液の瓶を見つけた冒険者一行、樹液を使い穴掘り虫の巣へと進む。地下の空気は不思議なほど澄んでいた。土のような風のような水の匂い。ここには小さな雪など美しい世界が広がっていたのであった。ホルムの地下で受け負った怪しい荷物の宅配。冒険者一行は疑いながらも、素直に依頼をこなし、悪党から認められることに。悪党は気づいた。この冒険者一行に自らの悪事が止められないのであれば、どんなものでも騙し続けられると。アージングシメント悪党は、この偽りの宅配を続け、莫大な利益を得たが、騙された者たちが団結し、その報復により命を落とすのであった。そんな結末。なかなか面白いですね。剣、その魅力に魅せられた男。男の打つ剣には、アーティファクトの力が必要だった。探索の末、アーティファクトの力を手に入れ、すべてが揃う。男に打ち上げられた剣は赤い光を放ち、発する熱がカゲロウを作り、刀身は吸い込まれそうなほど進んでいた。完璧なまでの美しさを持った剣、その子も、この剣も、いずれ誰かを魅了し、その誰かも美しい剣を打つことだ。だろう。カミカミでしたね。今日の晩、冒険者一行は、湖のほとり、世界の扉を見つける。その扉の先は偽りに満ちていた。偽りの世界の真実を見つけ出し、すぐにアーティファクトへと旅立つ。これね、これを見ましたね。人の世界は形を変え、また誰かを訪れるのを待ち続けているんだ。子供を探す母親、その依頼に応える冒険者一行。子供の行方はわからない。悪党の味だって真実を知る。
偽りでも癒しが必要。そう判断した冒険者一行、母親に偽物の子供を届けようと。感激の涙を流す母親。あらんばかりの感謝を送り、冒険者一行を動く。しかし子供が成長するにつれ、違和感ばかりが強くなっている。その子供は本当に私の子供なのかどうか。と割りに変えて本当の子供を探そうと考える。しかし再び動き出すのはあまりにも時は過ぎ去っていた。彼もちょっとミスったんですよね。村人が消えたクオーム。村人が消えた村クオーム。冒険者一行は村人たちが招待されたという館に向かうことに、館の地下では一人の術師がアーティファクトを使い村人たちを眠らせていたことを知る。村人たちのため術師を倒したアーティファクト、冒険者一行はアーティファクトを砕き、村人たちを眠らさせることに成功。村人たちは冒険者たちに感謝の気持ちを表すために毎年同日に覚醒祭。あ、すごいタイムリーな話題ですね、これ。覚醒祭という祭りを取り行うのであった。冒険者一行は封印された魔獣を打ち倒した。しかし封印されている魔獣を倒す必要があったのかどうか、それはね、思いました。私もそれは思いました。拭いきれない疑問は数ヶ月後にあれ。魔獣に封印されていた洞窟は金庫館として賑わっていたの。村人は魔獣が封印されていた場所が過去に金脈だったと知っていて、冒険者一行の力を利用し利益を得たのだ。村人は金色に輝く人生を手に入れた。だが男の金色の人生は洞窟の奥に眠っていた魔性の子供と出会う前のほんのわずかなるでしかなかったのだ。なるほど。番組にてある科学者の強引な頼みを聞く冒険者一行は化石を科学者の元へ届ける。化石を科学者のもとに届けると、科学者は削岩島という穴を掘るための爆発物を作り出したのだった。開発当初、削岩島の大量生産は難しいものであったが、すでに大量生産に成功。そのうちに削岩島はその破壊力から多くの話がなくなってくるだろう。ああ。科学者は発明の人間ではいない用途に心を痛め、その生涯を平和活動に捧げたのであった。まあ、ダイナマイト的なね、そういうのかな。ノーベル賞的な。ちょっと違うかな。青年はあと一歩のところで、硬い地層に阻まれトンネル掘りを断念して、冒険者一行は青年を手助けするため、手持ちの削岩を譲る。そして次に念願であったか、トンネルの開通が成就されるとなった。トンネルの先には未知の世界が広がっていた。青年は火山の研究から数々の新発見をして成功を収め、後に青年が世に送り出した数々の書物に冒険者一行の名が記されるのであった。今日、マサ、ウキ、リンダって書いてあるんですかね。火山地帯の秘境に住む火の民たち。彼らは村を守るため、数十年に一度火の神と生贄を捧げてきた。冒険者一行は生贄に選ばれた村の女を助けるように自分たちが通ってきたトンネルの場所を伝える。逃亡計画は成功したが、火の神は全てを見ていた。これはね、焼け野原になってたってね。すぐさま報復が始まった。火の神の放つ炎により、全てが焼き尽くされたのであった。もうワン軍、みんなはワン軍に生活の基盤を作り、つつましく平和に暮らし、小さな幸せを手に入れた。膨大な犠牲とともに手に入れたわけですね。あ、だがその小さな幸せを大きな代償の元にあることを、女は知る由もないのであった。知らんのや。あの後すぐ爆発してたような。一種類のカニはお互いのルールを巡って争っていた。カニとハリガニ。一方は古き形を保ち、一方は進化し強力な針を手に入れた。考えの末、冒険者一行
体に身を手を重ね、無事針金を打ち倒し、体による進行が始まった。この小さな洞窟の中だけの争いに思われた出来事だが、針金の進行がなくなり、体には急速にその数を増やしていった。膨大な数の体には洞窟から溢れ出し、やがて砂漠を越え、生息地域を広げ、やがて世界の全てを領にしたのであった。なんということだ。こんなことがあっていいのか。旅の途中、冒険者一行は一匹の獣が閉じ込められた檻を見つける。獣を捕らえた兵士の話では、この獣は世界に数体しか存在する特殊を加入させることの力があった。冒険者一行は兵士の力になると、毒の木の実を手に入れ、兵士の元へ届けること。毒の木の実から抽出した毒を調合し、獣は無事駆除された。だが、貴重な獣を殺したことはすぐに世界中に知れ渡る。後に龍天力は数十年にわたり愛護団体からの非難を受けることになり、愛護団体の理解を得るために国の予算を大幅に投じるのであった。なんかリアルやね。偉いね。リアルね。男は牢獄から脱走し、愛する者との新たな生活を望んでいた。真夜中、僕の部屋からペンダントを持ち出す冒険者一行。男にペンダントを渡し、イルタで合流すると、男と女は冒険者一行に感謝の意を表す。その二人はその人生の終わりまで幸せに暮らしたのであった。めでたしめでたしですね、これ。とある寂れた部分で宿を飛ぶ冒険者一行を訪ねるとそこは、種族に戻った。同じく牢獄に閉じ込められていた男を助けていく、漁村の謎を解き明かすことに、冒険者一行は村の地下神殿で儀式を行う司祭と出会う。司祭は言った。世界を等しく混沌で包み込む村の目覚めを待てと。司祭のことを聞き、儀式を阻止する司祭に挑む冒険者一行。激闘の末、ゲートの破壊に成功。地下神殿は落盤によって封じられた。疲れてきたな。その後、イルタの村人により、漁村に人は寄りつかなくなったのだ。釣り人の間で漁村はよく知る穴場として人気を集め、足を運ぶ者が少なくなかった。そして、たびたび魚のような顔をした人影が目撃され、また行方不明になる者が後を絶たないのであった。サンとセラ、二つの部族は100年以上にわたり、セラが砦を構える聖地争いを争っていった。冒険者一行は、現地の存在を争って、両者の争いに終始を打たないことでした。この選択は本当に、流れる血が少なく済むではないか。サンとセラ、その後も数百年にわたる不毛な争いを続け、共に非兵士率には双方共倒れとなったんだ。やっぱ争いは良くないですね。女はアーティマスの力を使い、死者を復活させようとしていた。目的が済んだのか、冒険者一行に儀式による騒動の収拾を依頼。清水を高度に振りまき、アーティファクトの安定、無事に時代に収拾した。女は沼地の元に戦いで死んだ愛する者を蘇らせようとしていた。だが、魂を失った者の女性は、アーティファクトの力を持ってしても無理だったのだ。女は初めからこの結果を知っていたのかもしれない。だが、何もそれに見えられなかった。理性が心を抑えられなかった。その後、女は全てが吹き出たのか、街に戻り、一人静かに暮らすのであった。男は命の結晶を手に入れて、すぐさまのものが、次の瞬間男は凍りついたように動きを止める。男を助けるためには勇敢に決めが必要だった。だが凍りついた体は元に戻せば記憶は失われ報酬は得られない。冒険者一行は報酬を捨て勇敢に決めを使い男を治療したのであった。男は記憶を失い何も覚えていなかった。その後、記憶を失った男は、またしても命の結晶の噂を聞き、命の結晶を探し出し、自らの体を凍りつかせるまでとなった。なんという話だ。女王は冒険者一行に無限の世界のことを黙っているよう懇願した。冒険者一行は女王に無限の世界を守ることを誓った。無限の世界にさら誘われた者は、過去何人もいたが、どの者も無限の花の魅力に負け、花を摘み世界を崩壊させていた。冒険者一行の答えは、
無限の世界の住人にとっては意外なものだった。数年後、無限の世界、無限の花からこぼれ落ちた種が空を漂い、新たな世界を作り出す。新たな世界の中で冒険者一行は伝説となっていた。マサ伝説とかね、広がってるんでしょうね。マサ伝説。見張り台の最上階に隊長を退避させた冒険者一行は、自らが地下室の火薬だるへ火を放ちに行く。火薬だるへ火が放たれ、爆音とともに崩れ行く見張り台。すべてを解決したその英雄的行動に感動し、数多くの人間により小さな宴が開かれ、冒険者一行に感謝を示して見張り台で死んでいった兵士のために、小さな宴から大きな喜びの声が漏れる。その喜びの声を聞けば、見張り台で戦った兵士たちの魂はきっと報われることであろう。究極の力を求め神殿で出会った一人の戦士と行動を共にする冒険者一行。戦士と協力し合い神殿を進行。冒険者のために先を進んだ戦士は最上階で閉じ込められていた。仲間か力かどちらを選ぶか、宝の番人の問いに冒険者一行は答えを出した。仲間を助けたいと。冒険者一行は究極の力を手に入れた人同士の争いは戦士としてはまさ、力を手に入れるのにどちらの話ではいないか、ただ本当に話すのに、本当に一つになるだろう。そして封印された力を得る代償を知らずに済んだことは何でしょうね。そして封印された力を得る代償を知らずに済んだことは何よりの幸せだろう。光の神殿には何があったんだ。封印された壺から放たれた鬼たち、冒険者一行は解き放たれた鬼を全て捕まえることができなかった。そして鬼を撃つ壺の復讐が始まった。代償を隠すとは大切度が破壊されている壺。やっぱこうなるんか。なんだっけな、鬼っていうのは。全部集めたらなんかあるんでしょうね。お、翼の方から受け取った時の鍵を使い、発見者の言葉を拾い集める冒険者一行。天から飛来した毒、そしてアーティファクト。毒沼によって人々を癒す。毒沼によって人々を癒す町の王。アーティファクトによって人々を導く翼の王。この杖となる存在による争い。すべては両者を超越するものによって作られ仕組まれたものなのではないか。作者のブラフマンさんの仕業ってことこれ。だが超越者の思案は問題ではない。本当の問題はその答えにたどり着けるかどうかなのだ。え？答えに気づかないわ。この戦いは永遠に続いていくだろう。翼の王と沼地の王が協力するみたいな選択肢があるのかな。冒険者一行は長き旅の末、沼地の王を討ち取った。主を失い、轟音とともに崩れゆく城。意識が遠のく冒険者一行。この旅での出来事が頭を駆け巡り、体は光に包まれ。光に包まれた体が引き裂かれ、粒子となって新しい力の源へと型を成す。アーティファクトになるってことね。そして帯状の光は世界を照らし、灰色の空は世界を覆い始める。新たな戦いを告げるために。どういうことだってばよ。まあ、あれか。翼の王と沼地の王の立場が最後逆転して、また新しい戦いが始まったってことなのかな。毒沼とアーティファクトは表裏一体みたいに言ってましたしね。いや、またなんか隠された真相がありそうですね、このゲームには。まあ、この
今回はこの辺で終わりにしておきます。それではご視聴ありがとうございました。さよなら。